こんにちは、クレイです。1月も中旬ということで、皆さんそろそろセーターに飽き飽きしておりませんか？実際私は個人的になんですが、冬は暖かさ重視で基本的にほぼ毎日セーターを着て過ごしております。まあ、もちろん一番暖かいので冬はセーターをついつい買ってしまいがちで、そればっかり着てしまうんですが、やっぱり年を明けて1月になると、まあ、いろんなところでも新春という言葉を聞くように、やはり12月とは違って12月と同じような重いセーターをなるべくなら避けたいなって個人的にも思うんですが、とはいえど1月とっても寒いです。セーターには飽きちゃったけど、だけど寒い、何着ていいかわからないっていう冬のマンネリを脱却すべく、本日はとってもおすすめなトップスをご紹介していきたいと思います。ではまず一つ目ご紹介していきます。まずはこちらです。ベリテクールの CPO シャツと呼ばれる、実はこちらシャツなんですが、生地が少し厚手で素材もウールが配合されていて、いわゆるコットンのペラペラなシャツとは違って冬向けのシャツになってます。素材自体はやっぱり暖かい素材なんですけど、やっぱこの形がシャツの形をしているっていうことで、やっぱこう全然セーターとは違った印象でコーディネートを楽しめます。素材感もとても暖かい素材になってます。見た目の印象も暖かさがあるので、冬に着ても本当に寒々しくならないです。生地がちょっと厚手っていうことで、シャツだけどジャケットのような感覚で着ることもできます。上着として着ることもできて、そしてもちろんこのまま1枚で着てもとても雰囲気があります。例えばちょっと寒い時なんかは中にタートルネック、薄手のニットのタートルネックなんかを入れて重ね着してあげると本当にめちゃくちゃあったかいです。もうちょっとあったかい時は1枚で着て、ボタンはちょっとだけ開けて肩を抜くような感じで着てあげると、またここら辺の印象もすっきり軽やかになりますので、そういった着こなしもできます。あとは結構長めの丈感なので、私が好きなのはウエストをベルトでギュッと締めるようなコーディネートをしてあげると、また普通に1枚で着るのとは全然違う印象になりますので、そちらもその着方もとてもおすすめです。でカラーはこちらのブラックとベージュの2色でございますので、こちらのカラーはお好きな方をぜひ選ばれてみてください。はい、では続いてはこちらのボーダーご紹介していきます。はい、こちらは R&DM 工のボーダーのカットソーのシリーズなんですが、ボーダーっていうとやっぱりいろんなお店でもいろんなブランドで展開があるので定番アイテムだとは思います。そのいろんなボーダーの中でも R&DM 工のボーダーをおすすめしたい理由は、こちら実は裏起毛になってます。一般的なボーダーのカットソー、やっぱり春先に着るようなものがとっても多いので、寒いんですね今着ると。やっぱりそういったところがこの裏起毛ボーダーにはなくて、本当にあったかいです。裏側が若干ですが起毛になっていますので、すごくあったかいです。やっぱりこの今のこの寒い時期に着るにはとってもおすすめです。でやっぱりセーターのようなニット素材のものだとかなり重たい印象にもなってきますが、やっぱボーダーはすごい爽やかで春っぽさもあるので、今から取り入れる、今からボーダーを取り入れたい方は R&DM 工の裏起毛がとってもおすすめです。でこちらのボーダーを着て、もちろん今の季節だったらアウター羽織ると思うんですが、そこの間にもう一枚ライナーとかこの上から着ることができます。なのでこれを着て、さらにこの上からあったかいライナーを着て、そしてコートを着てあげると、今の季節とってもあったかく過ごせますので、春を少し取り入れていきたいなっていう方はぜひこちらのボーダーシリーズ必見でございます。こちらもお色は2色ありまして、そしてこのバックボタンのシリーズと後ろにボタンがないシリーズもありますので、これもぜひお好みで選んでみてください。はい、そして最後にご紹介するのはこちらです。こちらは TSS のラグランスリーブクルーネックシャツです。こちら実はフリースなんですが、表面がこのような感じで毛足が長い、ちょっとこうふわふわとした動物みたいな感じの表地になってます。
ですのでまたこれもニットとは全然違う印象になります。こちらもめちゃくちゃあったかいです。そしてあったかい上にこのやっぱりラグランスリーブっていうところとサイズ感も比較的ゆったりしているので、あの腕の可動域も広いですし、とっても楽ちんです。今家で過ごす時間が多い分、こういったリラックスできるお洋服っていうのは家の中でも出先でもすごい活躍します。サイズ展開も00というサイズから3というサイズまで6サイズの展開があるので、女性の方から男性の方まで幅広い方に着ていただけます。女性の方でもゆったり着たい方は大きいサイズを選ばれてもいいと思います。でデザイン自体もとってもシンプルですので、ボトムも本当にいろんなボトムと合わせやすいです。でカラーもこちらのベージュとこのネイビーっていうすごい定番なカラー展開になっているので、あの本当に女性男性そして年齢も本当に問わずいろんな方に着ていただけます。比較的一番小さいサイズでも割とゆったりとした身幅なので、中に T シャツなんかのカットソーを入れてあげてもいいです。でこちらにすごいぴったりな T シャツがあのトリココムデギャルソンの定番の T シャツです。こちらの T シャツなんですが、首元が詰まっているのでこういったトップスの中に着てあげても、ここの首元からちらっと T シャツが覗きますので、こういったちょっと首元が詰まった T シャツなんかを入れてあげると印象もやっぱりこう白が入るのでとても軽やかで、春先これからの季節にもそんなに重たい印象にならないので、ぜひこちらこういう合わせやってみてください。ということで本日の動画は以上となります。1月はまだまだ本当に寒いですけど、やっぱりもう2月から実は春物の展開が始まりますので、トップスをちょっとこういった軽やかなものに変えてあげると、またその春夏の新しいアイテムともコーディネートしやすくなりますので、ぜひ参考にしてみてください。ではこちら本日ご紹介したアイテムは下の概要欄の方にリンクを貼ってますので、気になったらぜひチェックしてみてください。春物が楽しみだよっていう方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。